おそらく、1年ぶり、もっと、何年ぶりかで、Facebook にアクセスしました。もう、完璧な、ほど、SNS 立ちをしてた、小川誠です。もう、LINE も、アカウントを消し、Facebook はもう見ることはないと思ったので、アカウントはそのままだった。で、まあ、インスタグラムとかも、まあ、アカウントは残ってはいたんだけど、パスワードも全然わかんなくて、ログインできないっていうような感じでした。で、まあ、だいたい3年くらいかな。でですね、ふらっと見たら、誕生日おめでとうの、しかも、去年の、まあ、数ヶ月前の、のが残ってて、いや、見てないって思ってても書いてくれる人はいるんだなと思って、あんまりにも嬉しくて、何か返信しなきゃいけないなと思って、ポッドキャストを収録します。まあ、ポッドキャストっていうものを知ってる人も知ってない人もいると思うんですけども、インターネットラジオとポッドキャストって、まあ、似てるようでちょっと違ってて、ポッドキャストっていうのは、事前収録したのをアップすることで、聞く人がね、自由にアクセスして見ることができるっていうものなんですよ。まあ、言ってしまえば、YouTube の音声版みたいな。そう。でも、ポッドキャットの世界も今は、動画プラス音声っていうのが増えてきて、まあ、YouTube もね、ポッドキャストと、連携するような動きをしてますね。で、インターネットラジオっていうのは、本当ツイートのラジオと一緒で、番組っていう感じなんですけども、どっちかっていうとライブ発信が、インターネットラジオに近いのかな。で、ポッドキャストの特徴は、テーマに沿って番組があるって感じなのかな。で、ラジオってどっちかっていうと、まあ、番組があって、その中にテーマがあるみたいな感じで、ちょっと住み分け違うんだけど、まあ、聞く側の人にとってみればね、どっちもそんな変わらないっていうものです。まあ、インターネットに久しぶりに戻ってきたっていうのが、まあ、正直なところなんですけども、現在、まあ、二つのことを主にやってて、まあ、お仕事はね、毎日、ジムのお風呂掃除のお仕事をしてます。今は、それしかしてません。なので、まあ、月収っていいところ、12、3万。まあ、13万いくことはないな。11、2万っていうところです。まあ、その中で細々と、生活してるっていう感じなんですけども、かっこよく言えばね、ミニマムな生活をしてるって言えるけど、まあ、他に言い方変えれば、ズボラな生活をしてるっていうのが、まあ、本当のところですかね。で、近況報告としては、40日ぐらい前から、16時間断食っていうダイエットをしてます。で、なんで、まあ、急にダイエットっていう話なんだけども、まあ、私が大阪にいた頃だから3年、4年前だと思うんですが、この時期に、筋トレ中止のダイエットをして、その時も、落としたのかな。マックス、私は131キロぐらいあるんですけども、90キロぐらいまで落としたんだけど、まあそこからね、まあいつも通りなんかいつでも落とせると思っちゃうとリバウンドしちゃうんですよね。そう、その頃、まあその時に、その3年前に、インターネットじゃないや、日本ダイエット健康協会っていう団体の、生活アドバイザーの資格を取ってまで、ダイエットの勉強しながらやったんですけども、結局、なんか、身にならず、資格は取ったんだけどね、またリバウンドしてしまったと。いうことで、まあもう、ダイエットも興味もなく、SNS もインターネットも興味なく、まあ、だらだら、毎日アニメ見たりとか、YouTube 見たりとか、仕事行って、帰ってきて、お酒飲んで、まあ、食べたいもん山ほど食べて、お腹いっぱいになったら、
お腹いっぱいになって酔っ払ったら寝るみたいな、そんな生活を、まあ、1年くらい過ごしてました。1年半ぐらい。まあ、そうするとね、もう当然体重ブクブク戻って、まあ、去年の夏ぐらいに124キロぐらいあったのかな。まあ、その時さすがにやばいと思って、その時も、まあ、筋トレ中心のね、ダイエットをして、105キロぐらいまで落としたんだけど、やっぱり筋トレ中心のダイエットって続かないんだよね。そう。筋トレが趣味になればいいんだろうけど、趣味にはならずに、私にとってはやっぱ筋トレってダイエットのための苦痛な作業みたいな。そんな感じで、まあ、続かずにやめちゃったと。そう。100キロ手前でやめたのかな。そうしたらまたすぐにリバウンドして、まあ、今年の1月の頭ぐらいには131キロぐらいまであったのかな。まあ、そこでね、もう私その時はダイエットっていうのは考えなかったんだけど、なんか、ちょっとね、もう一度何か作りたいなっていう気持ちにはなってたの。そのね、時系列とも左右して誰も聞いててもよくわかんないかもしれないけど、まあ私が SNS 口した頃っていうのは、なんかもう、人間関係っていうよりも、なんか、よくわかんない。もう、病んでたといえば病んでた。病院に行けば、うつとかなんとかってさ、症状の名前がついたのかもしれないけど、まあ病院も行かなかったからね。なんかね、もう人には会いたくしないし、SNS は嫌だし、もう、LINE が来るのも嫌だし、怖いし、そんな感じで、もう、この世界とは関わりたくないと思って、最低限仕事をして、もう仕事の仲間とも、まあ、コミュニケーションらしいコミュニケーションを取らずに、ただただ時間を、過ごして、早くお迎えが来てくれればいいな、ぐらい思ってた。そう。まあ、その中にはお父さんお母さんとの縁も切ったって感じ。それで、まあ、そっから1年半くらい経った時に、たまたまね、7月ぐらい、6月かな、河合次之助さんの峠がね、長岡で公開されて、それを、峠は見に行かなきゃなと思って見に行った時に、映画って面白いなって思ったのよ。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、私はね、高校の頃から映画館を作る会に関わったりとか、まあ、映画館で働いてた頃もあるし、まあ、映画塾に通ってた頃もあるし、まあ、映画とはご縁が深かったんだけど、映画が好きかって言ったらそうでもなかったわけ。見るのかね。ただ、まあ、峠以降、映画ってさ、やっぱ真っ暗の中で大スクリーンでさ、ガンガン私の耳と心に響きてくるわけよ。そうしたらね、やっぱしばらく映画にハマって、その次の日にコナンを見に行って、その次の日に、シン・ウルトラマンを見に行って、そっから、この1月ぐらいまで、映画館で多分200本ぐらい見たのかな。食べるものを食べずに、いろんなものを我慢して、お金作って映画館に通ったって感じ。で、見てるうちにね、だんだん、クリエイター目線になっていくっていうか、私だったらこうするのになとか、この演出はどうなのかなとか、まあそういうふうに見始めてきてさ、だんだん、映画も、まあアニメもすごい見てたの。その頃はもうアニメも、見れるものは全部見れるみたいな感じで見てたんだけど、だんだん映画もアニメも、なんかつまんなくなってきたのね。つまんないというか、なんか、羨ましいというか、私も作りたいって気持ちになってきたのかな。まあそれで、何かしたいなと思ってた時に、まあ、何年かぶりに YouTube に復帰しようかな、なんて、まあ、思いもしたの。で、まあ、YouTube か、何をテーマにやろうかな、みたいな、ふうに悩んだ頃に、まあ、チャット GPT が出てきたりとか、まあ、AI がどんどん出てきたりして、なんか AI と何かできればいいかな、みたいな話も思ってたんだけど、まあ、そんな頃に、やっぱ前向きになってくると考え方も変わってきて、
自分の思いとかやりたいこととか、まあノートに書くようになったらさ、まあ一週間ぐらいでノートぎっちりになるぐらいやっぱりやりたいことがあるわけよ。でもそれをやっていくには、この生活じゃダメだし、この健康状態じゃダメだし、となると、生活リズムからやっぱ全部改善していかなきゃいけないなって思って、まあ今年の1月の半ばぐらいからダイエット始めたの。まあまずはリンゴ酢を飲み、レモン水を飲み、整腸剤を飲みみたいなね、本当今最近よく YouTube に出てる、まあ三大セットみたいな感じだけども、まあ、そうやってね、あと、まあ、いつも私がね、実践する朝は、オートミール中心の、オートミールと、大豆の水煮中心の特製フードを食べ、みたいな、やってるうちに、まあ、ちょっと体重できたのよ。あ、同時にもう一つ、私、朝、片道40分かけて、朝というか、まあ、4時半ぐらいだけど、出勤してるんだけど、その前は自転車行ったんだけどね。なんかやっぱちょっと、体がちょっと重たいなと思った頃から歩いて出勤するようになったの。だってまあ大雪の中で歩いて出勤したんだけど、まあそれも手伝って、やっぱ2週間ぐらいで、何キロぐらいあったのかな、結構、まあ2、3キロあったわけよ。まあこれでダイエットやっていこうかななんて思ってた時に、もっとなんかいい方法ないかなとか、で YouTube をコロコロ転がしたら、なんかもう、私ぐらいの体重で、なのに数ヶ月で何キロになりましたって人が、まあ、結構出てくるの。うん。それで、何やってるんだろうって、まあ、調べてみたら、16時間断食だっていうの。で、そっからね、16時間断食を本読んだりとかして、まあ、勉強したわけ。まあ、それが、本当に、それくらい落ちるのかどうか、私は確信は全然なかったけど、まあ、悪くはなさそうだなと思って、始めてみた。それが2月の1日からで、今日で42か3日目ぐらい。で、まあ実際どれくらい体重を落ちたかというと、だいたい40日ぐらいで10キロぐらい落ちたかな。まあ、16時間断食については今ちょっと割愛するけども、きっちりやるのは結構大変で、ネットの情報で朝ご飯抜けばいいんでしょうみたいな感じでやってると多分続かないし、続いたとしてもリバウンドするし、まあしっかりダイエットの知識を持って16時間断食しないといけない。ちょっと難しいコンテンツというかダイエットだよね。うん。まあそれでまあ、私は3年計画で標準体重まで落としたいなと思って今やってる。あ、で、YouTube はどうなったかというと、私はコンテンツ探しをしてたわけだから、してたんだけど、YouTube もやり方とかさ、作り方とか全然違ってて、今更どっから始めたらいいかわかんなかったから、まあ、まずね、昔私がやったところはショートムービーなかなかったから、今は収益化するための、基準も、ショートムービーが何時間以上みたいなのがあったりするのね。だから、ショートムービー作りから始めて、昔はね、それこそローカルのさ、パソコン上のね、ソフトでやるみたいな感じだったけど、まあ、私の場合は今、ショートムービーは100%インターネット上のサービスの中で作ってるし、うん。そう。で、ロングのやつは、ポッドキャストっていう感じでやってる。うん。で、まあ、YouTube チャンネルは実は2つ同時にやってて、1つは、過去使ってたヒルビル放送局のチャンネルを、ヒルビル放送局のポッドキャストって感じで、再起動させて、まあ、コツコツね、まあ、アクセス数が全然伸びないんだけど、16時間断食の様子を、まあ、実況するような内容のやつをやってる。まあ、練習みたいなもんだよね。やり方含めて。まあ、一年ぐらいは、欲出さずに、コツコツ練習みたいなことが必要かなとか思ってる。うん。まあ、やり方もコツもあると思うんだよね。まあ、そういうやり方とかコツを研究しながらやっていくっていう意味では、まあ、今の YouTube は、やりがいがあって面白い。うん。私が一番ハマったこの Facebook に近い感じかな。そう。まあ、もうちょっと複雑だけどね。もうちょっと複雑で野心的だけど。うん。で、もう一つは、
まあ、私がそのダイエット、16時間ダイエットを始めた直後に、普段ね、ニュースメディアなんて全然見ないんだけど、たまたま見た、記事の中に、トルコの地震の記事が入ってたの。私はね、実は地震発生して72日間経ちましたっていう頃のニュースしかわからなくて、まあ、数日経ってから見たんだけど、まあ、その時はね、まあ、ネパールでもあったしね、中国でもあったし、まあ、スマトラほど大きい地震じゃないというか、なんというか、まあ、数百人亡くなったとかなんだろうな、みたいな、それは気の毒にって感じだったんだけど、まあ、日を追うごとにさ、もう死者の数とかが全然違うわけじゃん。そう。まあ、ウクライナとロシアの戦争が、まあ、今のところ13万人強っていうところだけど、まあ、その半分ぐらいは地震一発で亡くなってるわけよね。まあ、それを見て、もちろんさ、コンビニ行った時にチャリンと数百円さ、まあ、1000円入れてもいい子って、1万円入れる人もいるかもしんない。まあ、そうやって寄付する形もあるだろうかもしれないけど、なんか、それって寄付なのかなって思ったのよ。まあ、いつも思ってるんだけどさ、まあ、自己満足なんだろうなって。で、寄付ってさ、まあ、転がり転がって、ぶっちゃけどこにどう行ってどう使われるかってわかんないわけよ。で、まあ、それでさ、なんか、寄付ってどうなんだろうっていつも思ってはいるんだけどね。じゃあまあ、今私がさ、まあ、寄付できるほどお金があるわけでもないし、遠いトルコのね、人に何かできるわけでもないから、なんかなーなんて、ぼーっと朦朧としてたんだけど、まあ、YouTube でね、応援、てか支援メッセージぐらいだったら送れるかなと思って、まあ、YouTube のチャンネルを作って始めたっていうのがもう一つなのね。まあ今日で28日目かな。毎日ショートメッセージ送って。で、英語とアラビア語とトルコ語で発信してる。まあ、登録者数もちょっとずつ伸びてきて、まあね、災害は今回トルコだけど、まあいずれまたどっかであるわけだし、日本であるかもしれないし、どこの国でもあるかもしれないから、まあ1ヶ月も経つとね、ありきたりな内容しか出てこなくなるんだけど、まあ、なんかね、悲しい思いをした人たちに応援できるようなメッセージを送り続けられるようなチャンネルにしたいな、なんて思いながら。まあ、そのチャンネルの収益こそ寄付に回したらいいんじゃないかな、なんて思いながら、まあ、毎日やってます。まあ、そのチャンネル、YouTube チャンネル2本立てをしながら、まあ、私、朝、片道40分歩いていくんですけども、まあ、その40分の間に、スマホで、収録して、それをボットチャットで発信したりしてて、まあ、やりたかったコンテンツの制作をコツコツやりながら、まあ、それが今の生きがいかな、なんて感じで生活してます。まあ、すぐにね、Facebook に復帰とかはちょっと考えてなくて、まあ、コンテンツの発信プラットフォームというか、まあ、案内板みたいな感じで、Facebook ページを、まあ再起動させようかなと思って、アクセスしてみたのが、まあこの、今回のみんなの誕生日メッセージが来てるのを気づいたきっかけだったんだけど、まあ、まずは、二つの YouTube と始めたポッドキャストをコツコツやりながら、もうちょっとゆっくり、のんびりしていきたいなと思ってます。まあ、今回はね、返事が遅くなりましたが、誕生日のメッセージ、本当に心に染みました。ありがとうございます。みんな元気ですか？私はそれなりに元気です。コメントとかいりません。私ね、コメントとかもらってもね、返すのがものすごくしんどいの。メッセージもらっても返すの本当にしんどいの。だから、まあ、いいねと押してくれて、元気なんだ。よかったって思ってくれればそれでいい。そんなわけで、また思いついたときに、メッセージ、というか、なんか、送るかもし、あの、ここに貼り付けるかもしれないし、まあ、もしかしたらね、YouTube チャンネルとか、ポッドキャストとか、私の作ってるコンテンツの案内を載っけるかもしれないので、まあ、よかったら、見聞きしてみてください。小川誠でした。